はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、これチューブの春畑さんのサウンドでございます。ごめんなさい、僕がねチューブは聞くんですけど、なかなかねギターでコピーができてなくて、あんまりねこうためになるというか参考になりそうなサウンドが楽曲が弾けなくて、それは申し訳ないです。今回ですね、平田さんコメントありがとうございます。希望の内容がですね、バッキングは、ミッド感のあるズンとしたミュートとストローク感の厚みのある抜けた音、言いたいことはすごいわかりますと、リードに関してはピッキング感のコキッとしたアタックの出る伸びのある音。もうこれを聞いた時やることは2つです。まず1つ目、アンプはこれです。レブゲンパープルにしました。抜けるんですよこのアンプはね、音が。これと、リードを入れる時はスナップショット22、これを入れています。ホライゾンドライブと EQ ですね、この設定を入れております。なのでバッキングの時は太さ重視にして、リードの時はわかりますかね、この今12フレットぐらい、この感じ。これがなかったらこんな感じなんですけど、入れるとみたいな感じになります。すいません、弾くのが下手で、まあでも音の感じは理解いただけるかなと思います。これはもうシングルコイルでもギターでも合うと思うんですけど、基本的にハンバッカーで弾いていただけるといいかなと思います。では左からいきますね。ホライゾンドライブ、ドライブ 3.0 アタック6ブライト 1.5 で、ゲート0、ゲートリングエクステンドレベル 5.0 です。アンプレブゲンパープルドライブ 3.4 ベース 5.6 ミッド 7.7 トレブル 6.0 プレゼンス2.5 チャンネルボリューム 8.5 マスター 5.0 プレ、レゾナンス 3.0 これアグロは何ですかね、2サグ 5.0 ハム 5.0 リップル 5.0 バイアス 5.0 バイアス X 5.0 です。次シンプル EQ、ローゲインプラス 0.9 ミッドフリケンシー605ミッドゲインプラス 2.5 ハイゲインマイナス 0.5 レベルプラス 0.5 となっています。で、パワーアンプ IR を入れてまして、 4x12960 マイク57ディスタンス 1.0 ローカット80ハイカット 8.0 リフレクト0レベル0、これが2つデュアルで入れています。で最後私の IR を入れております。これでめっちゃ音いいですよね。もうこのレブゲンに関してはアンプだけで十分使えます。本当はね後ろに EQ をかましてもっと重たくと言いたいとこなんですけど、もう十分です。パープルに関してはこのレゾナンスでね重さを調整すればいいと思いますね。ちょっとこうレゾナンス上げ下げしてみます。はい、このようにですねすごいこうズンズンっていう感じが増やせるというか、非常にベースとのねベーシストとのこう兼ねがあると思いますので、どこまでこう下を出すかっていうのはあると思うんですけど、まあ、ここで調整したり、あとはミッドベースでこう削っていく感じですよね。ドライバーこれぐらい 3.4 ぐらいでちょうどいいと思います。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。